原のインドアリーで違くてまあまあ。やけどね、半年ぐらい続けるの。
フォロワーからしかお金が出てないっていう。でかい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 。どんなに負けても5位にしかないっていう強いエースができるんですよ。往年と往年のカープ、マエケンがエース張ってた時。まずは中川の中川です。中川がまだいた頃、栗原が4番って。ああ懐かしい。栗原健太が4番って5番。3番そうよ、4番って。東で東で。東で。研究されないってことですよね。研究されないってことですよね。研究されない自分の強さだった。研究されない、研究されない、なめられやすい、煽り性能が高いっていうのは彼のいいところです。彼のいいところです。一番厄介なプレイヤーなの。うまいうまいけど、見た目弱そう。見た目すげえ弱そう。見た目すげえ弱そう。
負けた方が最弱。